大瀬良さん、ゼロ点台キープ。ようやりすぎとる。化け物だろ。でもタイトル取れないんだよね。でも中身見たら運が良いだけなんだよな。この10勝くらいはしてるやろな。なんで4勝しかできてへんの？ルーキーイヤーの伊藤智人が109イニングで 0.91 やったけど上回りそうやな。内容は天地の差やけど、運の良さで抑えているのにほとんど勝てない投手はもはや運が良いと言えるのか。この防御率に対して QS 率低すぎる。ま、高橋宏斗にぶち抜かれるんだけどね。これが実力ならメジャーのスカウトから称賛だよな。球が戻ったみたいやし、これからやね。手元で曲がる10-40中盤の変化球にスイングスピードが遅くて対応できない NPB のヘボバッター。高橋宏斗がもうすぐ規定に乗るんよな。93イニングで防御率 0.48。 昨日は7回1失点の炎上で勝ちつかず、球速が上がったからレベルも上がっただから当てない理論を真っ向から否定する投手。抜けたカットボールが魔球化してる。これもボールの影響か。広島、防御率1点台以下が3人いてギリギリ首位ってどういうこと？ご視聴ありがとうございました。